Oui, Miku! Miku! Miku, 何してる？ミク！みんな！みんな！みんな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 、何して遊ぶ？何して遊ぶ？みんな！えい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 ！ミクは？グー！はい、皆さん、こんにちは。ツッコミクッキングへようこそ。今日はですね、体が温まって、そして栄養たっぷりが入ってる魚のシチューを作りたいと思います。材料はですね、バケツに入った牛乳と、わけのわからない鳥の卵、そして生のティラピアとサバ。材料を揃って適当に鍋に入れてください。そして下に板を置いて温めてください。そしてこれは不思議に出来上がったら自動的に火が消えるんで、もうみんな心配なく作ってください。はい、皆さん出来上がりましたよ。おー、まずそう。 みんなこの船に問題がある。なんかグリッチ？多分ゲームなんか悪いけど、落とし穴がある。こうやって普通に見えるけど、ほら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 、落ちるんや、海に。やばくない？どこだったどこだった？だからこうやって、まあこの辺だったと思うんで、こうやって一回壊して、また作り直さんと、落ちるよ、ずっと。ここか。え そこじゃ、もういい。本当に嫌だ。めっちゃ嫌だ。早くアップデートないのかな？え、そこも？ほら。やばくない？急に。で、作り直して、治るんだけど、めっちゃ、もうめっちゃ嫌だ。 どこから落ちてるかわからんし、いつも。あ、島があった。島寄っていくか。これもう本当に。そこか。もう本当にまあ。え？結構大変。え？ちょっとこれちょっとアップデートがないかどうかちょっと調べなくちゃ。こんなもう話にならん。もう動物の管理結構大変だと思う、これから。卵とか牛乳とか。忙し、もっともっと忙しかったのに。やばい。もう今またその見えない穴に落ちて、めっちゃサメにやられた。もうやばいんだけど、もう死にそう、落とし穴で。で、ペットボトルも不思議に消えたし。 何なんだよ今日は。多分ラフトの隠し穴できるだけ防いだと思うんだけど、あれは厄介なんだよね。どこ壊れてるか見えないからな。まあまあまあ、なんとかなるさ。それと、これ2匹にしてはちょっと餌が足りないかも。だから次はもう朝になったら大きい島にまた向かいましょう。
向かってあのその土を手に入れて、ここも広くしようか。行く行く。おやすみは、おやすみ、いな、いな、おやすみ。よし、寝ようか。よし、次の大きい島に向かって行きたいと思います。で、それで最後の最後のこれ手に入れたい。羊毛、羊の毛、うっとりする柔らかさ。よし、次の島どこ？あっちの方向だな。ほうおろせー野郎ども。みんな、ミク、出発の準備できた？行くよ。ボコーク。ミク、かわいいな。お、すごい。なんだっけこれ、あのフルーツのコンポート、これも作ってたんだね、忘れてた。っていうか、こんなフルーツサラダでこんなお湯に入れてできるもんなの。おかしいだろう、こんなでフルーツ料理するって。ちょっとやってみたいんだけど、これかぶったら、えいえいえい、これかぶったらサメ襲ってくるかな。どうやろう、気になる。サメさん、普通に来るか。襲ってくるか。じゃあ餌作らんと。おお。一瞬小さい島かと思ったんだけど、大きいやつよね。来た来たね。もうこれで羊模様が手に入ったらもうめっちゃ嬉しい。はい、確認確認済みです。お、間違った。おお、また違うやね、前の島とまた違う。よし、まずは、お、イノシシがいた。あの大きい鳥、スクリーチャーがいるかどうか確認するべきだな。スクリーチャーはいるかな。フグも、フグを捕らえる前もなんか音する。フグがいるかな。あ、やっぱフグは音するわ。よし、一番先にはスクリーチャーの確認。でもいなさそうよね、スクリーチャー。いなさそう。スクリーチャーとあのイノシシなんとかする。よし、島の第三冒険始めます。あ、なんかもう先の船の落とし穴とか、なんか変なとこ、落ちるとこで、ま、なんかめっちゃ嫌になったんだけども、やっと島に来れて楽しみになった。本当に模様だけ、羊の毛手に入れた。イノシシ、僕登ってくるね。イノシシ先に倒すか。間違った。やばい、やられた。別にやられた。あれどこ行った？お、やばいやばい、くるくる。
外れた。かわいそうやね。矢を拾う、矢、矢を拾ってイノシシを拾う。頭はもういらん。イノシシの頭はもういらん。え、もう一匹、まあいいけど。お前なんだよ、かわいい。これで、これがまあラーマなんだけど、アルパッカ、アルパッカ、これでなんだっけ、毛よ、羊の毛、手に入るかな。あ、楽しい。でもその前に仕事はある。男の仕事はある。あいつを倒す仕事で、スクリーチャーがいないね。スクリーチャーがいなくて本当に助かる。えい、やばい、やばい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 、下手やな俺。あの、今石の矢使ってるから、多分金属の矢使ったらもっと早いかもしれないけど、金属の矢をスクリーチャーに使いたかった。矢を拾いたい。皮膚は欲しいけど、頭はいらん。よし、水飲んで元気になって。なんかミナとミクはちょっと気になる。だから早くこれ土手にして、あー、やっぱあったな。めっちゃキノコある。おお、すごい。またいっぱい料理できるね。いいものやるよ。ボカーク、そうだよミク、確かにボカーク。なんだっけなんだっけ、これ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 、12、板が足りないか。おお、作った作った。あれ、はいはい、えい、食ったで。水やるよ。ほら、餌多くなったね。よかったね、みな、みく。うん、いい子にしてる。次はフグ、爆発成功のを手に入れる。いたいたいた。外れた。外れた。落ち着かないで。え、欲しいのが来た。お前じゃない。フグに用はある。お前じゃないサメ。どこ行った？爆発しそうだった。爆発しそうだった。殺せた、殺せた。で、先に矢を取り戻して、えい、できた。ダメ、もう死んじゃったね。えい、行く。あ、槍も壊れた。いろいろ壊れるね。
この意味も壊れそうだからいらん。で、やり正しく入れて、でこの爆発のやつ、えい、できたよ。え、できたよ。爆発成功な。取り扱いにご注意。OK、ベリーグッド。はい、みなさん。次はです。何作るんだっけ？ネットキャプチャー。ネットキャプチャー。作っちゃう？みんな、作っちゃう？あ、どこだ？これ。作っちゃいましょう。あ、ロープも足りないか。えい、2つ作った。2発。で、あの、アルパカみたいなやつだけ捕らえたい。だから、1匹に2発の余裕があるのはちょっと嬉しい。まあ、1発目で決めたいと思うんだけど。で、捕まえた後に、あの、青いやつ探したい。料理に使うやつ。あれ、本当に少なくて。なかなかそういう料理できない。なんかサメのディナーも料理できないじゃん。まあそれより、えい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 、捕まえに行く。いやー、あれは逃げるわ。かわいいやつ、またかわいいやつできた。一発目、俺はすごい。一発目、こ、やっぱこれで毛が毛様だっけ。みんな、ミク、はい、新しい友達が来たよ。はい、新しい友達だよ。でかいな、でかいな。名前はミコ。みんな、ミク、ミコで、早速あれがしたいんですね。もうずっと待ってたよ。ずっと間違った動物に試してたんだよ。模様、日本語で合ってるんだっけ俺ずっと模様って呼んでたんだけど、羊毛じゃな、模様じゃなくて羊毛。羊毛が手に入った。うっとりするよ。いくぞ。卵よ、はい。ヘルメット、ボディアーマー、これ一番嬉しい。バックパック、見た目に美しい。できた、全部できた。もう早速バックパック作りたい。バックパック何が必要、どうやって作る、装備か。バックパック、も、6? あ、結構集めないとダメや。じゃあ、ミコ、ちゃんと、ね、ちゃんと毛、ちゃんと羊毛、作ってね。そこを登っていきたいよね。ここ、登っていきたい。
探検探検。追加。うちの花ちょっと欲しい、黒いやつ。なんか人が昔住んでたのかな、ここ。なんか海がどんどん。びっくりした。研究ってんのか。お前は俺には勝てない。あ、かかってこい。よし、いろいろ手に入った。ベリーベリー。もうこれだからバックパック欲しい。もういっぱいになってる、いっぱいになってる。行くよミコ、じっとしてるよ。うんうん、どれぐらい手に入る。一つだけ。ミケの友達捕まえてくるぜ。あ、青い花は欲しい、欲しい、これは欲しい。もっと船青くしたいんだから青い花は嬉しい。えい、どうしようどうしよう。アルパカか雪の友達。でも卵困ってないから、まずはもっとあれが欲しい。羊毛、羊毛が欲しい。こんにちはどんな走り方するんやねお前。えいえい、こっちおいで。外れた。もうショックやん、めっちゃショック。じゃあフグを探すか。あ、またあった、よかったよかった。何よりフグが気になる。フグちゃん、こんな深いところにいるかなフグ。あ、いたいたいた。倒せた倒せた。やっぱ鉄の、あ、鉄じゃない、金属の矢の方が効果がある。よし、やっぱり
あのなんだっけ、羊毛、あのアルパカの毛、あの集まるのがちょっと時間かかりすぎるから、この一つ一発のネットキャニスターを持ってまたアルパカ捕まえたいと思います。えい、ミコ、お前の友達ができるよ。よかったね。よかったね。あるあるアルパカ。ご飯持ってないな。アルパカ、アルパカ、あるアルパカ。いたー。えいえい、ミコの新しい友達、こっち来い。えいえいえい、急に方向変えるからね、難しいんだよなこいつ。どこ行った、え、消えた？そっちか。どれぐらいの距離で行けるのかな？この距離だったらいけるかな？難しいね。今撃てばよかった。できたできたできた。新しい友達来た。おいミコ、ミコ、友達来たよ。で、名前はアンナ。よし、これで羊の毛がバイになるよね。えい、ありがとう。どうもありがとう。お、もうすぐあのバックパック作れるやん。で、ゴールドが作りたかったバックパック来ました。えい。これとロープがあれば、ロープ。ロープ。おお、すごい。でもそんだけ増えるのはちょっとだけか。まあまあまあいいんじゃない。で、次は装備のヘルメットとか作っとこうかな。すごい量拾ってきた。あ、金属もたくさん、糊も本当にいらんほど拾ってきた。これも拾った。もう糊めっちゃある。ほらほらほら、すごいだろ、すごいだろ。よし、これでボディアーマー作れる。どうしよう、どれにする。靴かヘルメット、これを作るか。で、これをここにつけるんだな。
これつけてたらもう死ぬことはない。あのサメにやられることはないよね。そして多分この島もう終わり。あの海の方全部集めたし、なんかもう一匹の鶏までいるんだけど、そんないらんと思う。あの肉で十分だと思う、鶏。そしてこの島からまた流れていくんだけど、まあ、この島もよかった。あのこれで最後のアイテムが手に入って、ミコとアンナっていう友達もできたし、いい家族やないか。でもちょっと悲しい。時計は作ってないよね。まあ時計別に作らなくても、大体のもの作ったし、全部調査したし、これ以上あんまない。もうこれ以上はまたラフトを改造して大きくしたりして、あのボディアーマーとか作ったりして、土を手に入れて、あのここを広くするとか、そういうのはあるけど、もうあんまないんじゃない、このゲーム。だから多分次のラフトの動画は最後だと思う。次はなんか悲しいけど、次は最後になっちゃうか。もうなんか冒険とかなんかやること、なんかラフトの上でただ生きていくだけだったらさ、もうこのゲームはやめる。なんかもうちょっとあのラフト、あの改造とかしたいんだけど、これからもうやることなくて、もう新しい冒険とかなかったら、そんなに改造する気にならない。なんかこれからなんかまたすごい大陸とか、なんかまたすごい挑戦があれば、全然あのもっとペンキ塗って、もっといい感じにラフト作り上げたいんだけど、ラフト改造してゲームがそれで終わるっていうのだったら、そんな別にいいかなと思ってる。どう思いますかみんな。まあでも楽しかった。家族もできて楽しかったし、あのみんなとミクとミコとアンナ、本当になんかこのゲーム生きていくだけで、あの忙しいんだよね。だってほっといてた間に庭がサメに食われてる。こんな、まあこれでちょっともっとペンキを作って、あの塗ったりとかもありけど、あなんか切ない。なんかこのゲームもう何もないからやめようかっていう気持ちは十分あるんだけど、なんか切ない。まあなんかこのゲーム結構俺の精神に切ったかも。すごい楽しい時もあったけど、結局さ、まあ動物はいるけど、なんか俺ずっとの海の上で一人ぼっちで生活してきたよね。あの本当に思う、このゲームやるなら本当に友達と二人でやった方が絶対いいね。あのやることだいぶ楽になるし、あの片方が物集めながら、もう片方が料理とかサメ、あの管理とかやったりできるし、そして二人だったら寂しくないやん。本当に俺結局この何して遊ぶの、家に帰ってきて一人で寝る毎晩。
まあこのゲームにまた何かあるかどうかわからないけど、とりあえず次の動画は多分最後になる。あの多分最後に大きい島に行って何か探して、でも多分これ以上はもうない気がするね。これ以上新しいものないかな。まあでも多分アップデートとか、アップデート来たらあのまたやるかもしれないけど、それまでは、ね、広い海の中で。そして多分このゲーム最初あの発売された時にあの大きい島まだなかった。多分途中でアップデートで大きい島も作られて、だから次のアップデートで何か変わるかもしれないけど、まあ今日はこんな感じかな。夜になったし、みんなバイバイ。